エーテルだまりが広がってる。厄介だわ。早く倒しましょう。地揺れが多いの心配ないわ。こんなに荒れてるなんてひどいわね。待て、
ライブ。
進めないぞ。魔物がどうして、こいつが暴れたせいで火山が活発になってるのか。フレイムリザードはめったなことでは暴れない。
ともかく今はこいつを倒す。大丈夫よ。ありがとう。今の戦いで兵士たちに嗅ぎつけられないといいが。あそこから大聖堂に入れる。神殿につながってるわ。早く行きましょう。干からびる前にね。そうだな。神殿に勤める従者たちの居住区よ。ここから人が多くなるわ。見つかって騒ぎにならなければいいが。ええ、でもあの人に会えれば切り抜けられるはず。
れおば様、私を。そんなあんた、ジル、ジルなのかい。おば様、ここではいけない。こっちへ。それにしてもよく無事でいたもんだ。おば様も。なんてバカな娘だろう。どうして戻ってきたんだい。せっかく自由になったってのに。ごめんなさいおば様、でも私にはどうしてもやらなければならないことがあるの。教えて、大司祭はどこに。今この時間なら祈りを捧げているはずだけど。まだあんな儀式は。クライベン、私の目的もクリスタル神殿よ。行きましょう。おば様、今すぐこの島から逃げてください。あんたまさか。エナラク・ノール。ジル、来たぞ。おいで。神殿まではすぐだ。さあ、早くお行け。おば様、これまでずっと面倒を見てくれて本当にありがとう。さようなら、マーレイおば様。あなたへの恩は忘れません。どうかいつまでもお元気で。いいね。あんたこそ絶対に死ぬんじゃないよ。行きましょう。神殿まで突っ切れ。ああ。鉄王国の警備兵か。邪魔する奴は容赦しない。見せよ。
警備が手厚い。どきなさい。大司祭ヒムラ、あの男は教えを隠れみのに下道の限りを尽くした。奴だけは必ず私がこの手で。ああ、分かってる。君の過去に決着をつけるんだ。
貴様は芝のドミナント。死に損ないが許しでも恋に来たか。私はこれまであなたに従い、戦ってきた。すべては私と同じようにさらわれてきた娘たちを守るため。でもあなたは何をした？私の目の前で彼女たちを手ごめにして殺した！ゲスが…エーテルに毒された魂は清められねばならん。あれはジョーカー、魂の救済。そうとも、全てはクリスタルの導きなのだ。わきまえよ、卑しき獣め。貴様のように汚れた血はこの神殿への立ち入りすら許されるということを忘れたか。そうね、私は獣だった。この血はきっと誰よりも汚れている。考えることをやめ、心を捨てて、あなたのような悪魔に手を下すこともしなかったのだから。これは私の後悔。でも私はもう二度と獣にはならない。獣を生み出す悪魔も野放しにしない。獣ごときが主人である私に歯向かうつもりか。所詮はドミナント、エーテルに蝕まれた不浄の存在よ。なんとおるかな。この身が苦情というのならば、大司祭イムラン、お前はそれ以下の存在だ。私はここで因果を断つ。その汚れた血の前に膝を折るがいい。殺せ。クライブ！
なぜ権限できない。
ゼル。クライブ、コアを。体の痛みはどうだ？少しだけ。無茶をするなと言っただろう。心配かけてごめんなさい。でもこうでもしないと私は胸を張ってあなたの隣にいることができないから。ライブ見て。なぜフェニックスゲートと同じものが。長くはない、脱出しよう。ええ、どんなことがあっても胸を張って生きていくんだよ。
ジョシュア様、こちらへ。あ、違う。何かお薬を。親切にありがとう、お嬢さん。でも私は大丈夫だから、あなたの気持ちだけいただいておくよ。そうですか。ではお大事に。今一瞬わずかに兄さんを感じたよ。まさか。アルテマの意志が兄さんに近づいたんだ。この5年動きがなかったというのに、封印が弱まっているのか。ジョシュア様、君の手が汚れてしまう。難民たち、彼らも行き先は同じだろうか。仕事と食事を求めてクリスタル自治領へ向かっているのでしょう。黒の一帯の広がりとともに難民は増える一方、さらにダルメキア軍が動いてからは交易も制限されています。しかしジョシュア様はなぜ自治領へ。リオン・ルサージュに会う。ではザンブレクの王子に謁見を。武勇誉れ高き青龍騎士にしてオーディンと並び最強と謳われるバハムートのドミナント、子供の時に一度だけ会った。噂に聞こえる彼の人徳はあの頃から続けた努力の賜物だろう。ですが我々の話に耳を傾けてくださるのでしょうか。世界はゆっくりと混乱に満ちていっている。ザンブレクも例外じゃない。この混乱の陰に奴のアルテマの存在を感じるんだ。僕が思っているままの彼なら、ルサージュ教ならきっと何かに気づいているはず。マサー・クリスタルが失われ、約束された繁栄は揺らぎ、黄昏が世界を包む。クリスタルの加護の下で生きるのは仮初めであれ幸福だ。だがそれは自らを檻に閉じ込めるのと変わらない。一方で加護を離れて生きるのは苦難の道。でもそれは同時に僕たちが自由を手にするということ。人が生きていく上で必要なのは加護という名の呪縛か、混沌という名の自由か。僕にはまだ答えがわからないよね、兄さん。ジョシュア様、ダルメキアを迂回しましょう。多少遠回りになったとしても休みながら進むべきです。お体を大切になさいませんと、大義をなすためにも。わかった、そうする。行こう。
陸軍の奴らに未だ自治領に入ることすらできんとは何をやってるのか。ザンブレクの守りが想像以上に固く手こずっておるのだ。貴様ら海軍も少しは役に立ってみせろ。クリスタル自治領を我が物にしようとは忌々しいザンブレクめ。だがこの被害では撤退も考えねばなるまい。戦から遠のくほど判断もできなくなる。連中が手強いのは地の利を生かしているからだ。自治領の特異な構造をな。それに加えて奴らが蓄えている食料は数年分。持久戦でもこちらは分が悪い。さてご列席のおいら方、後先考えずに始めた戦の戦況には満足かね。軍は疲弊し補給すらままならんじゃないか。貴公が戦場に赴けば事態は早々片付くのでは。もし俺が出れば奴らもドミナントを出す。タイタンとバハムートによる召喚獣合戦だ。自治領解放の戦で島ごと沈めてもいいのなら望み通りにするが。そこまで言うなら相談役としての妙案を聞かせていただきたい。まさか侵攻後アナベラ。まさかな。なぜここにいるんだ。一体どういうことだ。クプカ卿、これはどういうことか。無能どもめ、祭り事とは常にこうやって手を打っておくものだ。しかし、評議員どもの面は滑稽だった。ここにあんたが来るとは思いもしなかっただろう。なあ、アナベラさんよ。かくいう俺もあんたの姿を見るまで誘いに乗ってくれると思わなかったがね。クライブ・ロズフィールド、滞在人シドの正体がまさかあんたの息子だったとはな。さぞ驚いたのでは。さて一体何のことだか。罪人の知り合いなどおりません。産んだ覚えもない。私はただオリビエ皇太子殿下に付き従い、このくだらぬ戦を終わらせるために参ったまで。まあいい。あんたの承諾さえ得られるなら十分さ。シドは愛するベネディクタの仇、必ず血祭りにあげてやる。俺の手で確実に。そうすりゃあんたに残った汚点も消える。ようやく枕を高くして眠れるってわけだ。その代わりザンブレクの方の舵取りは任せたぜ。親愛なる信仰豪様。女一人のためによくやるものよ。ドミナントといえどやはり下船の血が流れていては哀れで
醜く愚かなこと。もうすぐですからね、オリビエ。私の可愛い坊や。もうすぐザンブレク公国はあなたのものに。正当なる第一皇位継承者として、あなたがザンブレク信仰の座につくの。そして全てが潰し合った先、新しい世界はあなたのものになるのです。ジルの具合は大丈夫だといいが。いらっしゃい。何が欲しいんだい。いい選択だ。ちょうどいただくよ。いい選択だ。また来ないよ。おう、クライム。どれが欲しい？よし、できたぜ。こいつなら敵なしだ。よし、できたぜ。こいつなら敵なしだ。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。またな。こんにちは、シド。ちょうど伺いたいと思っていたところです。どうしたんだ。あなたがロザリアの出身とお聞きしまして。モーガンビアードという花をご存知ですか。ロザリアに咲く珍しい花で、煎じて飲むと薬が効きやすくなるのだとか。いや、覚えがないな。そうですか。もしかしたらと思ったのですが。というのも、この隠れ家では薬品はとても希少でして、入荷も少なく、いつも不足しています。ですからモーガンビアードの効能で効き目を増せば、薬の節約につながるかと思ったのです。ただ
この花の方向を蛮族が好むらしく、祭祀に危険を伴うためか、なかなか市場に出回らず。シド、無理を承知でお願いするのですが、ロザリアへ行った折にその花を探していただけませんか。探してみよう。どんな花か教えてくれ。ありがとうございます、シド。モーガンビアードは大きな黄色の花が特徴的で、グレードモン修道院の北部に群生しているようです。無事に採取できたら、ぜひ隠れ家にお持ち帰りください。蛮族が出るかもしれませんので、くれぐれもお気をつけて。それではよろしくお願いします。足場が脆くなっている場所を見つけたら報告してくれ。ベンヌ湖の向こうに行ってみたいな。あら、クライブ、ちょうどよかった。困りごとか？ええ、服を仕立てようと思ったんだけど、布が足りないことに気づいてね。ほら、この間保護されたあの姉妹の分。あんな格好のままだとかわいそうでしょ？綺麗な服を着せてあげたいじゃない。必要な布は注文してあって、あとは受け取りに行くだけよ。ねえ、ちょっと手伝ってくれない？それくらいなら俺が行こう。あら、いいの？助かるわ。注文した布は濃い青と朱の2色よ。お金は先に払ってるから、この引き換え証を渡せば布を受け取れるわ。ああ、わかった。濃い青色と朱色の布だな。ええ、お店はノースリーチのマルシェにあるからね。それじゃよろしく、クライブ。フードの私兵たち、近頃は妙に大人。しっかり冷やすんだ。何よ。さて、布を受け取りに行こう。お客さん、何かお求めですか？注文していた布を受け取りに来たんだが。あら、これは。すみません、こちらの布はまだ届いていないんですよ。ボクラド市場から取り寄せていたもので、本来ならとっくに届いているはずなんですが、もしかすると行商さんに何かあったのかも。その行商はどっちから？ええ、いつもならこの先の新軍道を通ってくると思います。まさかお客さんが様子を見に。ああ、その方が早そうだ。俺が様子を見てこよう。それは助かります。私も困ってましたから。どうかお気をつけて。
てめえのチョコボのせいだろ。大事な大事な商品だぞ。どうしてくれるんだよ。そう言われましても。何かあったのか。こいつのチョコボがぶつかってきたせいで商品が汚れちまってよ。急にぶつかってきたのはそちらで、汚れたのはこっちの商品だろうが。てめえの荷物をよこせば許してやるってのに、言うこと聞きやしねえ。そんなこと言われましても、これらはノースリーチに届ける品ですし。もしかしてあんたはボクラド市場からの行商か。よくご存知で。でもこの人が急に言いがかりをつけてきて、お願いです、助けてくれませんか。なに、傭兵の手を借り上がるってのか。そっちがその気なら俺たちだってやってやる。先生、出番ですよ。こいつらを懲らしめてやってください。まったく、いつまで待たせんだ。花からそうすりゃいいんだよ。面倒な奴が潜んでいたようだ。仕方ない、おとなしくさせよう。先生、その傭兵をぶっ潰してください。先生がやられちまった。なんて強さだ。覚えてやがれ。怪我はないか。はい、ありがとうございました。まさかあんなたちの悪い奴らだったなんて。傭兵さんがいなかったらどんな目に遭っていたか。ですがこれでノースリーチまで届けることができます。本当に助かりました。このまま町まで護衛しよう。俺もあんたが運ぶ荷物に用があるからな。そんなことがあったなんて。こうして商品が届いたのもお二人のおかげです。お礼ならこの傭兵さんに言ってくださいよ。そりゃもう目を見張る強さだったんですから。では確かにお届けしましたので、またのご贔屓を。そういえばお客さん、布を受け取りにいらしてましたね。
ご注文の品は確かに届いていますよ。それと行商さんを助けてくださったお礼に、うちの店でも特に高級な布を差し上げます。ではこちらをどうぞ。いろいろとすまないな。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。ようやく布が手に入ったな。オルタンスに渡そう。おかえり、クライブ。お願いした布は受け取れたかしら？ああ、注文していた分を持ち帰った。他にもいくつかもらったから一緒に渡しておくよ。あら、ありがとう。これであの子たちの服を仕立てられるわ。それにしてもあんたがもらってきた布、すごく高級品じゃない。一体何をしてきたの？あっちで面倒ごとを解決したら礼としてくれたんだ。好きに使ってくれ。さすがね。それじゃせっかくだから何かに使わなきゃ。そうだ、クライブ、あんたこの布の中でどれが一番好き？そうだな、これが一番好きな色合いだよ。わかった、その布をジルに渡しておくわね。ほら、彼女は裁縫が好きみたいだから喜ぶかと思って。そういえば昔からそうだった。確かクライブとジルは幼い頃一緒にいたんだっけ？ああ、ジルは北部の白銀行の娘でな、ロザリアとの和平の証として北部が差し出した公女だったんだ。やっぱりお姫様だったんだ。なんとなくそうじゃないかと思ってたのよ。彼女のふとした仕草に気品を感じてたから、せめてそれに合う服を着てほしいんだけど。でもジルに聞いてみたら今の服でいいって遠慮されちゃって。あの服だってあんたが作ったそうじゃないか。気に入ってるんだろ？そう思ってくれてるなら嬉しいけど。さっきの布だけでも喜んでくれるさ。ぜひ渡しておいてくれ。ええ、そうするわ。もうすぐ。危機は去ったわけじゃない。気を緩めるな。いらっしゃい。ほらよ、毎度。持ってってくれ、毎度。持ってってくれ、ほらよ、毎度。次もごひいきに。助かったよ。クソ。
ないぞ。こっちだ、こっちだ。これで少しは安心できるだろう。気は去ったわけじゃない。気を緩めるな。ああ、俺たちでこの宿場を守るんだ。あんたたちが残ってくれて助かるよ。残ったみんなで、マーサを支えるんだ。駐屯兵め。こんにちは、シド。
助かったよ。異物か、まったく倒すのも一苦労だ。力を頼むぞ。確かこの辺りのはずだ。モーガンビアードを探してみよう。待てよ。
大きな黄色の花、モーガンビアードに違いない。せっかく来たんだ。ある程度のこの花の香りには覚えがある。確か子供の頃によく嗅いだ香りだ。よし、こんなところか。隠れ家へ戻って届けてやるとしよう。お帰りなさい、シド。モーガンビアードは見つかりましたか？これで合ってるか？ええ、この花で間違いありません。ここで大切に育てて、薬の節約に生かせるよう尽くします。ありがとうございました、シド。花のことは知らなかったが、香りには覚えがあった。子供の頃、よくロザリス城で香っていたよ。まさか蛮族が好むものとは知らなかったかな。それにしても薬を効きやすくする花か。俺の弟は体が弱かった。きっとその花を煎じたものを合わせて薬を飲んでいたんだろう。確かに貴族の病にも使われたと聞いたこともあります。それほど確かな効果のある花なのでしょう。そうだ、今回のお礼としてシドのために何か作らせてください。この花から成分を抽出してみます。少々お待ちくださいね。お待たせしました、シド。旅先で使いやすいよう精油にしてあります。他の薬に一滴混ぜれば効能が上がることでしょう。ぜひお試しください。新しい種をまいてみようか。足場がもろくなっている場所を見つけたら報告してくれ。
シード聞いたぜ。ドレイクブレスをぶっ壊したんだってな。ベンヌ湖の向こうに行ってみたいな。空母の士兵たち、近頃は妙におとなしいですね。こんにちは、クライブ。こちらが各地から届いた品です。はい、どうぞ。また来てくださいね。おう、クライブ、何を作る？こいつなら敵なしだ。また来いよ。